長崎セインツ、長崎セインツ、長崎セインツ、長崎セインツは、かつて存在した、日本の野球チーム。長崎県を本拠地として、プロ野球独立リーグ、四国、九州アイランドリーグ、現、四国アイランドオーグプラスに所属していた。略称、長崎 S。2008年加盟。2010年のシーズンをもって、リーグを脱退。 運営会社の株式会社県民球団長崎、セインツは2010年12月に破産した。元佐世保市職員で佐世保で事業を営んでいた自投祖の鉄郎が長崎市の姉妹都市である米国セントポール市のセントポールセインツアメリカンアソシエーションに触発されて独立、リーグウムを起としたことで誕生した。このためチーム名はセントポールセインツが由来で、 ロゴマークのライセンス契約を結んでいた。ただし、長崎のロゴカラーは、黄色で、セントポールの青色とはなる。四国、九州アイランドリーグの中では、唯一、英単語一語の名称だった。セイントが聖人を意味することから、キリスト教関連遺産の世界遺産登録を、目指している長崎の PR につながるとの量もあったという。本拠地については公式に定められていなかったが、 2008年は40試合中、佐世保野球場で31試合、2009年は34試合、2010年は38試合中36試合が開催されており、事実上の本拠地球場であった。このほか、長崎県営野球場、ビッグ N、平戸赤坂野球場、長崎市総合運動公園かき止まり野球場でも開催された。初年度の2008年は、 島原市営球場と熊本県の藤崎大県営野球場でも試合が実施された。なお、雨による日程変更で、対徳島インディーゴソックス戦を2008年前期には徳島県営造本球場で、2010年前期は徳島県南部県康運動公園野球場で1試合ずつ、それぞれ主催試合として開催した。近止は優勝。前身は社会人野球のクラブチーム。 佐世保ドリームスターズ。成績が振るわなかったために、クラブチームでは限界があるとして2006年10月に同チームを発展的に解消。選手全員の所属を解いて新たに選手を募集し直し、無所属のチームとして発足した。当時、選手らはハウステンボスなどで働きながら野球に臨んでいた。総監督に、歌手の前川清を迎え、 2007年3月31日に初の試合を行う。対戦相手は、萩本金一率いる茨城ゴールデンゴールズ。7月7日に四国、アイランドリーグ選抜チームドリームズと交流試合を行った。8月27日は四国へ遠征し、高知市で四国イール、高知ファイティングドックス。翌8月28日に、 佐抜氏、し、指総合運動公園野球場で、香川オリーブガイナーズ、徳島インディーゴソックス合同チームと練習試合、行った。無所属チーム時代の監督は、初代の小川秀俊、二代目の池部岩尾を経て、元福岡ソフトバンクホークス二軍コーチの河野、高志港が就任し、河野はそのまま、四国、九州アイランドリーグ加入後の初代監督となった。チームアドバイザーは、 福本豊オーナー研究団社長の地頭、その鉄郎が2008年の発足を目指して自ら計画していたプロ野球独立リーグ、九州リーグに長崎県を拠点とするチームとして参加する予定だったが、リーグの立ち上げが遅れる見込みとなったことから、2008年度からの四国、九州アイランドリーグ参入が2007年10月24日に発表された。 発足時に、球団側は1試合平均で1400名の動員を目標としていた。しかし、開幕直後に敗戦が続いたこともあって客足は伸び悩み、初年度の入場者数は40試合で2621人、1試合平均515人であった。リーグでは4番目であるものの、球団存続の危機に見舞われた前年のコーチとほぼ同水準であった。 これに加えて、運営面では、支援企業の獲得が球団が予想したほど、進まなかった。開幕前の2008年1月に、球団関係者が、長崎県の金子源次郎知事に挨拶に赴いた、際に、支援企業獲得でのサポートを要請したほどである。長崎市、佐世保市、島原市、離島という4つの経済圏に分かれる、長崎県においては、セインズは、 佐世保のチームと言われて、支援企業獲得に難している面もあると報じられた。解散後の自賀らその絵の取材では、企業や自治体への支援要請に対して、なぜこんなことをやってるのお金、持ってるんでしょといった対応を受けたという。これらに対して、球団側は、長崎市で予定されていた4試合を、佐世保での開催に切り替えるなどの経費削減策を、 工じだが大きな改善には至らず、月1000万円とされる運営費にも影響が出かねない状となった。このため2008年9月には集客が予想を下回る中でこのまま支援が得られない状況が続けば来シーズンからのリーグ脱退もあり得るという報道がなされた。リーグの鍵山誠 CEO は要請があれば資金援助を行うとコメントしたが自動その社長は スポンサー探しを可能な限り続ける意向を示した。結局、2008年度は約3、500万円の赤字を計上し、10月29日にリーグから2000万円の援助を受ける形で、来シーズンもリーグに残ることが発表された。一方、自前のバスによる遠征や安価な公共宿泊施設の利用に加え、支配下登録選手の数を2008年より5人。 少ない22人に減らすといった、さらなる経費の削減策も示された。2009年7月、経営の安定化を図るために経営パートナーを広く、全国から募集することを発表した。また、かつて広島カープの球団存続をかけて行われた、タル募金にあやかる形で球場などで、募る活動を行うことも、明らかにされた。これに際しては、同じく広島で、 まずダズーム、ズームスタジアム、広島建設のために行われた、平成の樽募金で使用された樽を保管していた中国新聞社から借り受けている。しかし、不況に伴いリーグからの分配金が、前年の3000万円から100万円に激減したことやスポンサーの支援が減少したことに加えて、これらの対策の効果が現れず、各種経費の見払いや職員給与の支配が続いたため、 2009年8月には、再びリーグ撤退の恐れが出ていると、地元市で報じられた。経営危機の表面化後、たる、募金の額が急増して8月末で100万円を突破し、球団側は、存続に全力を尽くしたいとコメントした。10月になって、大手企業との業務提携や、新規スポンサーの獲得により、資金調達のめどが立ったとして、 来期もリーグに参加する見通しであると報じられた。2009年度の入場者数は、前年比4559人増の25180人、1試合平均630人、で、リーグ内では、前年より増加した数少ないチームとなったが、同年度の売上高4700万円に対して、収支は、最終的に昨年はかり多い、約5000万円の赤字となった。 2010年3月、球団首脳から数年の参加が極めて厳しいという報告がリーグにあったと報じられた。県内企業からの新たな出資が獲得できず、リーグ分配金を含めた収入の見込みが2600万円度にとどまる見通しで、最悪の場合前期途中での撤退もあり得るとされた。5月に入り、球団の負債が1億円を超え、 破産宣告の可能性もあるとの報道がなされた。地元の佐世保市は、公費での支援は困難としながらも、4月以降支援のために、市職員230人が、講演会に入会いたと、友永則り市長より、自その社長に伝えられた。自その社長は、現状では、7月からの後期を戦い切るのは、難しいが、行けるところまで頑張りたいと述べた。 懸念された前期での休止は回避されたものの、前期の平均動員数は422人、前年前期は605人と厳しい状況が続いていた。9月20日、経営難により、四国、九州アイランドリーグから撤退する方針を固めたと報じられる。この時点で2010年度のスポンサー収入は250万円にとどまっている。9月24日、 リーグに正式に申請。9月29日に開催されたリーグの理事会で、リーグからの脱退が正式に決まった。選手のうち、希望者16名が10月13日に、救済ドラフトでた球団の指名対象となり、うち8名が指名された。残る8名は改めて新人選手として、トライアウトを受けることができる。打球団の指名を受けた8名のうち7名は10月28日までに、 入団が内定したが、一名は条件が折り合わず任意引退となった。10月1日、自投訴の社長は佐世保市役所で記者会見し、今シーズン限りでチームを解散して早ければ10月下旬にも破産手続きに入ると発表した。12月3日、長崎地方裁判所佐世保支部より破産手続き開始決定を受けた。負債総額は約1億5000万円。 これによって、四国、九州アイランドリーグで、リーグ戦に参加する九州の球団は亡くなった。2010年度の入場者数は、前年比1146人減の15034人、一試合平均396人、であった。セントポールセインツのマスコットである、マドンナの妹という設定で、ビーナスと名付けられた豚をモチーフとしたものであった。初年度より、 ファンの飼い犬である、スタンダードプードルの金太郎が、ベースボールドッグとして、佐世保球場でのホームゲームに登場していた。2009年のシーズンからは、セワン号、11、11日ナムのユニフォームを着たが、同年7月27日に亡くなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。